だからさ、結局この人じゃないんだよ、この人のやった宗教が、その宗教の聖者がそうやって人格に反映しちゃったってことなんだよね。この人が今世間でいうところのその構成したからこうだとかじゃなくて、邪教の時はそうやって荒れちゃう、でも召集にちゃんと戻ったらその命はまた浄化されて恩和になるっていう、だから非常にこう分かりやすいんだよね。一般の人はそういう学会だの破門されただの日蓮召集になっただのっていうのの経験がないじゃないですか。だから自分のこのざっくり自分自身がこれが私のもんだと思ってるわけで、違うってことなんだよ。本当は今自分の嫌な面が出てるところは本来の自分じゃないんだよね。外毒に汚染されたのがただ出てるだけで、本当はもっともう根っからいい人しかないんだよ。その仏戒が出現するってことは仏様と等しい境地だから、個人差ね、いろんなその短期だのんきだっていう差はあったとしても、それがいい短期といいのんきとか全部いい、いいがつくのみんな。それがなんかさ、自分はこう本当はこんなこと言いたくないのにこんなこと言っちゃってとかっていうのは、それ外毒が言わしてんだよね。だからこう治っちゃうわけですよ、その悪しき宗教をやめると。もう本当ね、嘘みたいにうちのことを助けても、まあ、ちょっとイライラするとね、うん、すぐ人のせいにするところはそれはまあしょうがないとして性格だからもう今は本当にうちのこと、うん、うちの母のこととか、うん、やっぱり純旦那さんがいないと困るぐらいに助けてくれてるぐらい、だからまあだんだんね、夫婦の仲も戻っていく。いてもらっちゃ困る人から、いてもらわなきゃ困る人になるわけだよ。 そのぐらい変わっちゃう。本当に不思議なんですよね。